ここにいたのか。うん、来てくれたのね。あれ、浮かない顔だな。何か悩み事でもあるのか。うん、旅人、ちょっと困ってることがあってね。さっきの試合、実は現象に票を入れたの。国政はシャンリンに票を入れなかったことを後悔してるのか。いいえ、審査員として公平は保つべきだわ。私の票は真剣に考えた結果だから後悔はしてない。でもシャンリンは私の友人だから、このことを彼女に話すべきだと思ってるの。けどこれはあくまで私個人の立場から考えたこと。参加者であるシャンリンは理解してくれないかもしれない。シャンリンみたいな性格のことの接し方もわからないし、どうやって言おうかしら。オイラは大丈夫だと思うぞ。言い方とかシャンリンはきっと気にしないって。それに最終的に優勝したしな。みんなここにいたの？探したよ。シャンリン、その伝えたいことがあるの。え、どうしたの？料理対決の時は己が心に従うようにと私の祖父が言ってたわ。つまり料理で勝負したり私有を消したりする時、自分が思った方に票を入れるべきで、他の影響は考えず本心に従うべきだと。もちろんこれは祖父個人の見解だわ。でも私もそれが正しいと思ってるの。だから私はあなたの友人だけど、票を現象の船長賞に入れたわ。そうよ。ええ、その通り。エビのポテト包み揚げが好きなの。いけないかしら。真剣な顔をしてるから何かあったのかと思ったよ。大丈夫、私は全然気にしてないよ。え？国政は自分の好きな方に投票しただけ。何の問題もないよ。逆にそうしてくれないと不公平な試合になってたでしょ。わざわざ伝えてくれたってことは友達として気まずかったのかな。うん、そんなことは。私言ったでしょ、真面目な国政が一番大好きだって。私にとって厳しくない意見は意味がないの。ぬるま湯を求めるのは素人がやること。私はもう素人じゃない。これから進むべき道や作る料理は今以上求められるはずだから、国政みたいな友達が必要なの。逆に国政は責任感が強すぎるよ。気にしなくていい時もあるのに。国政は七星であり、一人の女の子でもある。友達といる時は気を使わなくてもいいんじゃない。それに行幸さんもこんな感じなんでしょ。北斗姉さんから教えてもらったんだけど、行幸さんとはお互い気を使わない中でたまに船で木々で対局するんだって。行幸さんは身分や地位を気にしないし大胆な人でしょ。国政もあの人みたいにもっと肩の力を抜いてよ。旅人、シャンリン。そういえばここで立ち話してる場合じゃなかったわね。まだかまど神の心臓を確認してなかったでしょ。どう、忘れるところだったぜ。早く確認してみよう。おかしいな、石に変化はないぞ。そんな、試合はあんなに盛り上がってたのに。まさかあの試合じゃかまど神を蘇らせることはできなかったのか。もしかしてこれじゃダメだったのかしら。そうだぞ、もうここまで来たんだから少しくらい待つことになっても気にすんなって。そうだろ、シャンリン。うん、時間があるからもう少し待とう。それにみんな一緒だから退屈もしないでしょ。そういえば国政、いいお知らせがあるんだ。この前もらったレシピなんだけど作れそうなの。
師匠が試合前に来てくれて、欠けてたレシピの文字を解読してくれたんだ。今ならきっとその料理を作れるよ。すぐ場所を探して作ってあげるから、少し待ってて。シャンリン、そうだ、旅人も一緒に来てくれる？ん？シャンリンのやつ、元将に勝ったばかりなのにオイラたちに挑戦するのか？違うよ。レシピを集めるのが好きなんでしょ。旅している時にこの料理が役立つかと思って教えてあげたかったんだ。そうだったのか、オイラたちの考えすぎだったか。今さらそんなお世辞を言われても。何よ、料理を作るんでしょ。ほら早く行ってきなさい。できたぞ。これがレシピに書かれてた料理か。早く国政に渡そう。私もできたよ。一緒に国政のところに戻ろう。戻ってきたぞ。私と旅人でそれぞれ作ったよ。温かいうちに食べよっか。それじゃあいただきます。どうした、そんな顔して。私、これがあのレシピの味なのね。失礼したわ、シャンリン、旅人、これを作ってくれてありがとう。私が望んでた味だわ。とても美味しい。しかも不思議な感じがする。祖父と過ごした日々に戻ったみたい。本当に？よかった。さっき言いそびれたけど、実は師匠がレシピを解読してくれた時に、この料理の作り方をすでに知っていることに気づいたの。作り方を知っていたっていうことは、レシピがなくても作れたのか？うん、昔お父さんに作り方を教えてもらったんだ。でもこの料理は国政のおじいちゃんの手記にあったものじゃないのか？この料理だけど、私が思うに、おそらく祖父が考案したものではないと思うわ。私の祖父はリーウェの不動産業界でも有名な重鎮だったの。それと同時に学者でもあったわ。古書を収集するのが好きで、失われたリーウェの伝統文化にも知見があった。幼い頃の私はよく祖父の書斎で本を読んでいたわ。様々な本を読み、ガンオーテイ君が実在するのかどうか話し合ってた。果たしてそれらの古書にどれだけの信憑性があるのかはわからないけど、祖父はこう言ってたわ。本は私たちを歴史に導く架け橋に過ぎない。国政のその疑問は我々子孫が追い求め見極めるべきだ。祖父が亡くなった後、私は成長して七政の一員となった。それ以来、元王帝君に対する見解も伝説から本物へと変わったわ。元王帝君の名は私にとって祖父の思い出とつながってる。元王帝君の名を見るとよく祖父のことを思い出すの。そして書斎にあった手記のことも。このレシピは祖父の手記から書き写したもので、あの人が蘇らせたかった古き時代の料理。ただ残念ながら、あの頃はレシピが不完全だったから完成することはなかったけど、祖父はこの料理の試作品を作るたび私に食べさせてくれた。本当に懐かしい。あの頃食べていた味に似てるわ。古き時代の料理？この蒸しまんじゅう、そんなに長い歴史があるのか？私のお父さんは、そのまたお父さんから教えてもらったんだって。この料理は私の家に代々伝わってるらしいよ。うちではピリ辛蒸しまんじゅうって呼んでるんだ。家庭でも作りやすいし、持ち運びもしやすいから、特に旅先で食べるのにぴったりなんだよ。あらあら、
グオパーを見てたら思い出しちゃった。グオパーと初めて会った日に作っていた料理もこのピリ辛蒸しまんじゅうだったの。グオパーと初めて会った日？うん、私とグオパーはある洞窟で出会ったの。その日洞窟で雨宿りしてたら、そこに祭壇があるのを見つけてピリ辛蒸しまんじゅうをお供えしたんだ。その後うっかり寝ちゃったんだけど、目が覚めたらグオパーがピリ辛蒸しまんじゅうを全部食べちゃっててね。それ以来この子はずっと私についてきて、今では私の家族になってるの。おい、おしゃべりに夢中になってたら石を見ろ。爆発した。これはグオパー、どういうこと。あれ、ピリ辛蒸しまんじゅうはもう食べたようじゃな。師匠、ピンバーヤ、見ろよ、この心臓まるでグオパーみたいだぞ。ほっほっ、そうじゃ。何せグオパーこそが子供たちの探していたかまどの魔人なのじゃからの。グオパーが魔人？あれ、にぎやかさがかまど神をよみがえらせる鍵となるかどうかわしに聞いたじゃろ。あれの答えはぜでもあり火でもある。かまど神は民を思い、そして人々の願いを叶えるため身を粉にしてきた神。この神にとって心の願いと心血は別物なのじゃ。心血とは技術、才能、経験のこと。しかし心の願いこそが人々の胸の奥底にある最も純粋な力なんじゃ。料理王決定戦は見事じゃったが、そこに注がれた心血は願いを上回っていた。心血だけでは深い眠りについたかまど神をよみがえらせることはできぬ。じゃが国政があの料理を食べた時、心の中の願いが満たされたのじゃ。そして求めていた答えだけでなく、大切な祖父との思い出もよみがえった。その願いが叶った時に湧き上がった大きな力がかまど神の心臓と共鳴し、かつての姿となって地上に現れたのじゃ。当然かまど神そのものは心臓の中にいなかった。皆のそばにいたのじゃからな。全盛期だった頃の自分の心臓を見た感想はどうじゃ。見事な威風堂々とした姿じゃろう。全盛期？ちょっと待って、グオパーに何があったの？もしかして今のグオパーは昔と違うの？かつてこの者はリーユエの大地の守護神じゃった。今はシャンリンのグオパーじゃがの。過去に持っていた知恵と力は全てこの大地に捧げられておる。魔人が力を大地に捧げる、そういった伝説は聞いたことがあるわ。でも一体どうやって？大地が直面してきた危難や試練は子供たちの想像をはるかに超えるものじゃ。大干ばつ、洪水、豪雨、暴風、地震、津波、火災、病、理ゆえの力、災害が完全に消え失せることはなかった。過去に現れなかった災害も後になって生まれてくる。その影響を最も受けたのが仙人の肉体を持たない凡人だったのじゃ。かまど神はかつて人々と不毛の平原を越えて港へと訪れ、家を建て火を起こした。理由に最初の光を灯したのも
幾千もの家々に料理の香りを漂わせたのもかまど神じゃった。人々はすでにかの者のことを忘れてしまった。じゃがかまど神が存在した時代、人々にとって最も大切な仙人だったんじゃよ。